食締めの消化管の図マルピーギ管は、昆虫、ターシ類、蜘蛛、肝腐動物で見られる、浸透圧調節、排出器官である。この器官は消化器から伸びる分岐した管から構成され、血リンパから水や代謝産物などを排出する。17世紀の解剖学者、マルチェロマルピーニにちなんで命名された。マルピーギ管は、クモ類にも、タンエーダーモンにもあるが、 これが騒動か、修練進化の結果かは不明である。通常は、消化管の後方に開く細い管として見られる。管の数は種によって異なるが、ほとんどの場合にの倍数である。単細胞層から構成され、近維末端は、中腸と後腸の間に開くが、遠維末端は閉じ、入り組んでいるのが普通である。血リンパに使っており、死亡体組織と近接している。 アクチンが全体の構造を支え、管に沿って物質を輸送するための微重毛を持つ。ほとんどの昆虫では筋肉組織が付随するが、これには内容物を混合したり、血リンパをかき混ぜたりする役割があると考えられる。シミ目、皮跳ね目、ソウハネ目の昆虫はこの筋肉組織を持たず、アブラムシか飛び虫目の昆虫はマルピーギカ官をかく。電解質や、 窒素代謝物を管の外から中に輸送し、減量を作る。KNA などのイオンは濃度を輸送されるが、尿素、アミノ酸などは受動輸送されると考えられ、水もそれに伴って輸送される。これは管の塩衣末端で行われ、減量は弱塩基性である。管の菌衣末端では CO2 が減量に吸収され、これに伴って尿酸が積出する。そして、 吸収した CO2 に相当する量の KNA などのイオンが炭酸塩として再吸収され、尿は弱酸性となる。その後尿は膠腸の中で消化された食物と混合され、尿酸は粉中に排出される。他の昆虫ではさらに高度な機能が明らかになっている。半締目の昆虫は腸内の液体を管に逆流させ、 水や電解質を直接血リンパに再吸収することができる。サヤバネ目、リンシメでは、管の塩移末端が直腸周辺の脂肪体に潜り込み、陰ン管ンン複合体という構造を形成する。ここで一旦排出されたイオンを選択的に吸収、排出することで体内の KNA のバランスを取ることができる。ラクニコーンピルマノーザの幼虫この管が、 全く違う役割を持っている昆虫もいる。ニュージーランドの光キのコバイラクニコーンピルマノーザの幼虫は膨潤したマルピーギカンを青緑に発酵させ獲物をおびき寄せるために使う。有害なアレロパシー物質を含む植物を食べる昆虫もいるが、このような昆虫では血リンパからの有害物質の急速な排出にマルピーギカンを用いる。ノットやモーブユグ、 クリスティーナ・ダル、スタディーズ・オン・ザ・モルフォロジー・アンド・ウルトラ・ストラクチャー、オブ・ザ・マルプイアン・トゥービュールズ・オブ・ヘイロ・バイアットス、クリスプ・クリス・テンセン、1982、ドイ、10.1111、J1096 から3642.1996、TEB02335、X ハット・ JA、ラムジー・ザ・エクスコーディション・オブ・ソジウム・アンド・ポタシウム・バイザー、マルプイアン・トゥービュールズ・オブ・ロデニアス、 jexpvile29、110から126、h t t p j e b b i o l o g i s t s o r g スラッシュ n t テントスラッシュ29スラッシュ1スラッシュ110ドッフルドット pdf、hathttp アキ京都 UACJP、Faculty of Agriculture JP、デパートメント -01、519万5000、pdf、 零一、百三十二、pdf ハットグリーン、lbs ザファインストラクチャーオブザライトオルガンオブザ、ニュージーランドグロウ、ワームラクニコーンピルマノーザ、ティッシュ＆セル十一、四百五十七から四百六十五。ありがとうございます。